ピエールド・フランス、または、ピエール・イッセイド・クルトネーは、フランス王子。クルトネー、モンタルジ、シャトー・イコール・ルナール、シャンピニエル、タンレー、シャルニー、シャンテコックの領主。フランス王ルイ六世と王ヒアデルド・サボアの六男で、クルトネーへの初代である。1147年、彼は、兄ルイ七世とロベールに同行して、第二回十字軍に参加した。彼は、 ラタキアとダマスカスの包囲戦を含めたすべての戦いに参加している。十字軍の騎士の中には未来の妻の父、ルノード・クルトネーもいた。ピエールの兄アンリ・トロベールはルイ・ナナセイの権威に反抗したが、ピエール自身は1149年から1150年まで忠実に王に従った。ピエールは1179年にシャンパーニューク・アンリ・一世、老イ、いである、ボーベシ教。 フィリップ・ド・ドルーと共に再び十字軍に参加し、聖地へ向かっている。ピエールの没年は1180年から1183年の間とされている。1150年より、以前、クルトネー領主、ルノーの娘エリザベートと結婚以下の子女を設けた。ありがとうございます。